新大後期の万里の頂上万里の頂上解体報道は1899年にアメリカ合衆国で流れた中国関連報道の一つである。1899年6月、中国政府が万里の頂上を解体し、道路に転用することを検討しているとデンバーの地方紙が報じた。実際にはそのような事実はなかったが、記事の内容は転載されて、 全世界に拡散した。1939年に、この報道が疑和団の乱の原因となったとする記事が、雑誌に掲載された。報道と乱との関連は立証されていないが、しばしば史実として取り上げられている。1899年6月25日、デンバーの地方紙、デンバーサンデーポストに、中国政府が万里の長城の解体を検討しているという記事が、掲載された。 記事は現地に向かう途中に、デンバーに立ち寄ったフランクシー・ルイスという技術者に取材して得た情報として以下のように述べていた。ルイスによれば、中国政府は万里の長城を解体し、資材を転用して道路を建設することを検討しており、5月に外交ルートを通じて打診があったという。これに対しニューヨークの投資家のほかイギリス、フランス、 ドイツの投資家が意欲を示した。ルイスはシカゴの投資家団を代表して現地に赴く途中で25日早朝に鉄道でサンフランシスコへ出発しカイロで北京へ向かう予定としていた。デンバーサンデータイムズ紙も同様の記事を掲載し、ルイスは4年の中国在住歴を持ち、その際に中国政府の構想を知ったのだと述べた。また、 デンバー・リパブリカンが見によれば、構想は、イギリス人の助言によるもので、跡地に建設される道路はやがては、南京からシベリアに向かう道路の一部となる予定とされていた。この記事は捏造であり、実際には頂上を解体する構想など、存在しなかったが、記事の内容は各紙に転載され、拡散していった。ルイスの派遣元と名指しされたシカゴでは、地元紙のシカゴトリビューンが、 デンバー発の情報を翌日付で掲載し、ルイスを派遣したとみられる、投資家とルイスの家族の談話を載せた。投資家は、頂上解体構想を一生に付したが、ルイスの家族は、構想自体は聞いたことがあると認めた。西海岸のロサンゼルスでも、ロサンゼルスタイムズが報じ、また東海岸のニューヨークでも、ニューヨークタイムズが、ニューヨークの投資家の関与を27日付で伝えた。 拡散は6月以降も続き、解体は生態校の発案といった詳細が付け加えられていった。報道はアメリカ国内にとどまらず、イギリスやオーストラリア、日本など広く報道された。鉄造記事が全世界に拡散する形となったものの、当時根拠の薄い記事が新聞に掲載されることは珍しくなく、これだけであればよくある誤報事件の一つに過ぎなかった。 発信源となったデンバーでは1913年にデンバー・リパブリカンがデンバー・タイムズに統合され、そのデンバー・タイムズもロッキー・マウンテン・ニュースの有観紙となった後観光が取りやめられて、鉄道記事は過去の事件となりつつあった。オックスフォードホテルしかし1939年、デンバーの音楽家、ハリー・リー・ウィルバーがこの鉄道記事が作られた経緯と、 記事が疑話団の乱の原因となったという後日談を雑誌に発表したことから、鉄道記事の存在は改めて知られることになった。ウィルバーによれば、記事発表前日の1899年6月24日夜、記事不足に困った、リパブリカン、デンバータイムズ、デンバーポスト、ロッキーマウンテンニュース4紙の記者が共謀し、記事を鉄造したのが発端であったという。4人は、 オックスフォードホテルでビールを飲みながら、鉄道を防御し、疑われにくい外国の事件で、しかも関心を呼ぶものを、ということで、万里の頂上を解体することにした。解体の情報は、ウォール街の会社から派遣され、中国に向かう途中で、デンバーに立ち寄った技術者一行から取材した、という設定にした。鉄道が露見しにくいよう、4人はウィンザーホテルに向かい、 宿町にサインをして一行が宿泊していたかのように見せかけるとともにホテルの係には聞かれたら一行が新聞社と話をしていたと証言するよう話をつけた各人が捏造した記事は翌日の新聞に掲載された2週間後には東海岸の大新聞の日曜版が解体の件を営利で報じニューヨークを訪問した中国の役人が報道を認めたと 情報が付け加えられていた。その後、解体報道は、史実のように、全世界に拡散していった、とされる。ウィルバーは、記事発表の数年後の話として、次のような後日談を付け加えた。ヘンリー・ W ・ウォーレンという名のメソジスト、監督協会の伝道者が中国から帰国し、デンバーで説教を行うことになり、列像を行った記者の一人が取材を行うことになった。 ウォーレンは、鉄道記事が中国に伝わり、論評付きで報道されたことから、アメリカ人が頂上を破壊し、国土が憎むべき、外国人に解放されることに行き通った、ギワダ団が騒乱を引き起こした、と語ったというのである。ウィルバーは、こうした経緯を、どのようにして知ったのかを明らかにしておらず、鉄道記事とギワダ団の乱との関連は立証されてはいないが、ウィルバーの記事の内容は、 天才や引用により拡散していった。1956年には同様の事件を集めた書籍に収録された。1958年に刊行された書籍では、ウィルバーの記事と同様の経緯が紹介されたが、問題の記事は、デンバー・アッツエン氏が一面に掲載した一連の経緯は4人の記者のうち最後に生き残った一人が明らかにしたといった。 ウィルバーの記事にはなかった情報が付け加えられた。また1970年にデンバーで刊行された雑誌では、ヘンリー・ W ・ウォーレンという名の人物が実際に、該当の時期に伝道活動を行っていたことが確認された。こうした負荷に裏付けを得る形で、記事は拡散を続け、嘘話を収集した書籍では、ウィルバーの記述を丸呑みする形で紹介するものもある。 鉄造記事とワダンの乱に関連があるというウィルバーの主張は専門的な歴史書では全く取り上げられていないのが実情である。騒乱当時中国の主要詞で頂上解体を報じたものはなくヘンリー・ w ウォーレンという伝道者は実在したが1899年には南アメリカにおりワダンの乱を目撃したはずはないという指摘もある。こうした経緯から 鉄道記事に別の鉄道が加わって再拡散した典型例として挙げられている。一方、ウィルバーの記載も部分的には真実ではないかという指摘もある。例えば、ヘンリー・ W ・ウォーレンが鉄道記事と義和団の乱を関連づける発言をしたのは事実ではないかとされる。疑話団の乱の発生当時、中国で布教活動を行った外国人宣教師は、 現地の習慣を無視した傲願な態度をとり、こうした宣教師への反感がワダ団の乱につながった。同じ伝道師であるウォーレンにはワダ団の乱でキリスト教会が果たした役割を賠償化したいという動機があることから、ウォーレンが鉄道記事に責任を転嫁する発言をした可能性はあるというのである。また4人が記事を鉄道する部分までは事実として取り上げる文献も多い。 しかし、この部分にも、現実と食い違う点が多い。ウィルバーによれば、記事を一面に掲載したはずの、ロッキー・マウンテン・ニュースは、実際には1899年6月25日付一面は、もちろん、この州のどの面でも、頂上解体構想を報じていない。またウィルバーには、頂上解体に向かう途中で、デンバーに立ち寄った技術者から取材したという記事が、真実味を持つ。 要、4人の記者がウィンザーホテルに行って宿帳に署名するというくだりがあるが、実際の記事に登場する技術者はフランク・シー・ルイスただ一人であり、滞在先はオックスフォードホテルである。さらにルイスはシカゴの投資家に派遣されたのであって、ウォール街の会社ではない。こうした祖語の多さからウィルバーが記者の生き残りに実際に話を聞いた可能性はある。 ものの、鉄造の経緯がこの通りであったかどうかは疑問がある。2012年4月には、鉄造事件を取り上げた演劇ザ・グレート・ウォール・ストーリーの公演がデンバーの劇場で行われた。劇はトイレで読む雑学本のシリーズアンクル・ジョンズ・バスルームリーダーに掲載された万里の頂上を解体する構想を報じたアメリカの鉄造記事が疑話団の乱を引き起こしたという。 逸話を原作としている。鉄像記事を掲載した新聞の一種である、デンバーポストは、この講演について、実話に基づいていると紹介するとともに、元の鉄像記事を全文掲載した。しかし記事が鉄像であることに注意を促すのみで、鉄像の経緯が、ウィルバーの記載の通りであったかは特に言及していない。また、ロッキーマウンテンニュースは2009年に廃刊となって、おり この件を報じる立場にはなかった。ありがとうございます。